はい、こんにちは、さかなえです。今日はですね、 Fire TV スティックですね、新しいものを購入しましたので、以前ですね、使っていた第一世代の Fire TV スティックもあるんですけども、まあ、そちらもですね、簡単に比較をしながらですね、こちらのセットアップ、そしてですね、どんな利用方法があるのか、どんなですね、ものが見られるのかということをご紹介したいと思います。私はですね、この Fire TV スティックをはじめですね、 Amazon のエコードットも2台持ってたりですね、あとエコーオートとかですね、 Amazon 製品結構使っていますので、まあ、これからですね、 Fire Stick TV を購入しようかな、もしくはね、 Chromecast にしようかなとかですね、迷われている方にはですね、とてもですね、参考になると思いますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。ではですね、開封からやってみたいと思います。結構コンパクトですよね、この箱もね。ここに、Amazon のマークがあります。これはですね、こういう形で、これ、こんなセットになります。これはですね、この部分をですね、下にこちら側にスライドすると、こういうふうに蓋が開きます。これ以前のものとですね、ちょっと比較してみたいと思います。これが前のやつです。ボリュームボタンはここに追加になったりですね、あとミュートのボタンですね、あとここに電源ボタンも追加になりました。あとは音声認識とかホームとか、ここら辺は一緒みたいです。あとこちらがですね、本体です。これ、こちらが新しいタイプです。まあ、ここがですね、Amazon というロゴがですね、なくなった感じですかね。大きさは同じです。コンセントですね、これが新しいタイプで、こちらが古いタイプです。 Amazon のロゴが、入ってね、あと大きさがだいぶこれ違いますね。だいぶちっちゃくなりました。あとはですね、これが直接、テレビによってはつかないタイプがあるんですね。それでこれを私は使っていたんですけども、これと同じものが入ってます。それで今こちらの方にですね、セットアップしていくんですけども、こちらですね、ちなみにテレビではなくモニターになります。モニターでもですね、 HDMI のケーブルがあればですね、もちろん Fire Stick TV をつないで見ることができます。テレビでも、まあ、モニターでも一緒なんですけども、こういう場所にですね、 HDMI というですね、挿す部分があります。そこにですね、Fire TV スティックを取り付けます。このようにですね、直接入るタイプとですね、ここの部分がですね、ちょっと邪魔しちゃってですね、テレビのタイプによってはですね、この部分にですね、出っ張りとかあってですね、挿せないタイプがあるんですね。その場合にはですね、先ほどのですね、付属部品を使ってですね、こういうふうにして、こちらをですね、ここにこういうふうに、取り付けます。そうしましたら、このですね、こちらのこの横の部分に、このですね、付属のマイクロ USB ですね、これをこういうふうに挿して、あとはですね、こちらをですね、電源につなげます。このリモコンをですね、取り付けた Fire Stick TV の上ですね、近づけて10秒間このホームボタンですね、押すというふうに書いてありました。今ホームボタンを押してます。それでこれで Fire Stick TV という形で立ち上がりました。そしたらですね、開始するにはですね、こちらのボタンですね、押してくださいということですので、こちらを押します。それでですね、今ソフトウェアをアップデートしてるみたいです。これで今アップデートが終わったみたいです。おお、すごいですね、オレンジ色ですね。また、アップデートのエイムが来ました。もう一度最新のソフトウェアをダウンロードしているみたいです。これアップデートを終了中と。そして Amazon コムにですね、そして登録、これでですね、特に、Amazon の方のアカウントとかですね、登録したわけではないんですけども、この状態でですね、
自分のですねアカウントに登録されましたということで、これ以前 Fire Stick TV を使っていたり他の製品エコーオートとかですねそこら辺を使っているからかもしれないんですけども、これでまあ続行という形で、こちらのこのリモコンですね真ん中をします。でもしですねその時にですね Amazon の方の、ID とかですねパスワードを聞かれた時にはですね、まあ、こちらのリモコンを使ってですねそちらを、入れてください。 Fire Stick TV はですね家族みんなで安心して楽しめますということで、機能制限がここで聞かれます。機能制限ですね、機能制限を有効にするとプライムビデオのコンテンツの再生アプリの起動、デジタルコンテンツの購入にですねピンの入力が必要となります。機能制限の設定はですね設定環境設定機能制限の順に選択してもですねいつに選択していつでもですね確認または変更するということができますということで、まあ、これが子どもさんとかね、使っているときにですね、まあ、これのまあ、コンテンツの購入とかですね、見せたくないビデオってですかね、そこら辺の、機能だと思います。あと注意書きとしてですね、最初は Fire Stick TV では成人向けのコンテンツがですね、初期設定では制限されているみたいです。成人向けのコンテンツを変更するにはですね、設定、環境設定、機能制限の順にですね、変更していただければですね、変更ができるという形になります。とりあえずこのままいきます。で今度はリモコンをセットアップする準備をしていますということです。テレビのブランドですね、これテレビではないのでこちらはですねテレビではなくて IO データというですねところの、モニターになるんですけども、リストにないブランドが一番下にありました。まあ、これ皆さんねテレビで使ってらっしゃると思うんで、ブランドが出てくると思います。モニターとかねこれ使ってる方はですね、こんな感じでやります。次のステップで音楽を再生しますと、音量を適当なレベルまで上げて次のステップに進んでくださいということで、次へでリモコンの真ん中を押します。で音量ボタンがこちらの方に追加になったので、これが前のリモコンなんですけども、前のリモコンになかったですねこの音量ボタンが追加になったので、ここでですね、音量のですねそれでですね、ここでですね、音量ボタンこれを押すことによってですね、音量ボタンがですね、音量が変わって接続したオーディオデバイスで音楽が再生されましたかということですので、これで再生されてますのでこちらの、はい、真ん中のボタンをクリック、そしてですね、これでセットアップが完了という形になったみたいです。 OK。 ここでですね、必要なアプリを入れます。今まで使っていた方はですね、まあ、私は YouTubeこれはですね、後でももちろん入れられますので、これでですね、続行でこちらの方のボタンですね。押して、これで YouTube が、入ったと。それでですね、ABEMA TV は入ってないですね。ABEMA はこの中入ってないので、ここでですね、先ほどちょっとあそこになかったものを入れるときにはですね、ここのアプリを設定。選んでですね、ここでですねありましたね、ここの下のこのアベマ、これをですね選んで、でこれインストールですね、これダウンロード、はい、これでアプリがですね、習得しましたということで、アプリがこれで入りました。それですね、では実際ちょっといじってみます。今までのものよりですね、第一世代のものよりですね、この立ち上がりが非常に早いです。あとこれを例えば再生。でこのリモコンはですね、ここのですね、ホームというのがですね、例えばこれを再生していてですね、この状態になっていて、ここを押すとですね、この一番最初の画面に戻るボタンになります。あとはですね、例えばこれを選んでですね、あとですね、早送りのボタン、こういう形ですね、早送りができます。こういう形ですね、巻き戻しもできます。あとですね、ここのボリュームボタンのプラスマイナスとミュートボタンがあります。あとこの音声なんですけども、ここでですね、例えば、鬼滅の刃、というふうにですね、音声でこれを呼び出すこともできます。あと例えばですね、女優さんとかですね、
杉崎千花さんのビデオ。そうするとですね、杉崎千花さんがですね、出演しているビデオがこういうふうに出てきます。あとは YouTube。YouTube の場合はですね、ここでログインをするんですけども、これですね、一番上のですね、youtube.com アクティベートにで検索しますと、このような画面になってですね、ここにですね、その次のコードを入力してくださいということです。そこに写っているですね、コードをこちらに入れて次へ。そしてここでですね、パスワードを入れます。で、iPhone の場合は指紋で入りますので、ここで2段階認証が来てますので、これですね、ここの本人確認 Gmail に来ます。で、ここでですね、本人ですかということが聞かれますので、はい。それログインがここで承認されましたと。そしてここでですね、使っているアカウントですね、を選びます。で、これを許可しますかということで、許可。で、ここでデバイスを接続しましたということになります。そして、ここでですね、今、こちらの方のね、YouTube が自分のですね、アカウントで接続をされました。使ってみてですね、やはり前の第1世代よりもですね、動きが速くなりました。はい、今ですね、Fire Stick TV の方のセットアップ終わったんですけども、非常に簡単にできました。私の場合ですね、Amazon のですね、アカウントとか ID とかですね、入れる必要がなかったんですけども、前使っていたからなのかですね、もしくはエコードットとかですね、持ってる関係なのかわからないんですけども、それがですね、セットアップしない状態でですね、もうアカウントが設定されていたということになります。それをですね、聞かれた場合にはですね、そこら辺をですね、入力していただければですね、特に問題なくですね、セットアップができると思います。それとあとですね、全体的にスピードが速くなったりですね、していることもいいことなんですけども、あとこれ、アレクサが結構使えるんですね。アレクサというのはですね、Amazon の方のエコーシリーズですね。こちらの方のスマートスピーカーですけども、こちらを使ってですね、いろいろ声で操作ができるわけなんですけども、こちらのですね、Fire Stick TV にもですね、こちらの方のいわゆるアレクサのですね、機能が入っているみたいです。使い方はですね、こちらの方の音声認識ボタンですね、こちらをですね、長押しをしてですね、話します。例えば、アレクサ、こんにちは。こんにちは。アレクサ、何て言えばいいの？と聞いてみてください。いろいろなことができます。ここにね、文字でも出てくるんですね。アレクサ、自己紹介して。私はアレクサです。あなたの声に反応するように設定されています。音楽を再生したり、質問に答えたり。すごいですね。それですね、こちらのエコーに入っている情報、例えばやることリストとか買い物リストとかですね、例えばあとスケジュールとかですね、そこら辺もですね、こちらの方の Fire Stick TV を使ってですね、アレクサでですね、操作することができます。例えばですね、アレクサ、今日の予定は？今日はあと2件予定があります。午後7時にひまわりの会があります。午後7時にエリちゃんブーブー翻訳があります。こんな感じですね、ここに画面で表示されるんですね。すごいですね。あとですね、アレクサ、スケジュールを追加して。わかりました。日時を指定してください。12月21日午後3時にパンを焼く。12月21日月曜日午後3時にパンを焼くですね。はい、はい、追加しました。すごいですね。ここに予定が入ってきました。こんな感じです。予定も追加できるんですね。あとはですね、例えばアレクサ、元気？はい、元気です。お元気ですか？この文字、はい、元気です。あなたが元気だと私も元気が出ます。すごいですね。これ文字が出てくるんですね。あと例えばですね、アレクサ、ニュース。ゆきおさん、未再生のニュースがあります。NHK からお伝えします。こんな感じでニュースも言ってくれるんですね。アレクサ、明日の天気は？明日はおおむね晴れで、予想最高気温は摂氏12度、予想。あとはですね、アレクサ、鶏の鳴き声。ホッケコッコー。アレクサ、スズムシの鳴き声。ビーン。
こんな感じでですね、いわゆるアレクサ、こちらのですね、Amazon Echo がですね、なくてもですね、アレクサの機能がこちらの Fire Stick TV でも使えるということになります。非常にこれいいと思います。はい、ということでですね、今日はですね、Fire Stick TV のセットアップからですね、使える機能、Amazon プライムビデオとかですね、YouTube とかいろいろ見られるんですけども、アレクサの機能が使えるっていうのはですね、また非常にいいなと思いました。このチャンネルではですね、このようにですね、新しい製品のですね、説明とか、皆さんの役に立つような情報を発信しています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただければですね、大体週に2本から最低3本アップロードしていますので、新しい動画がですね、通知がいくと思いますので、よろしくお願いいたします。それとですね、閉じる前に、こちら、ごめんなさい、こちらでした。いいねボタンとですね、ぜひぜひチャンネル登録もお願いいたします。それではまたありがとうございました。失礼いたします。